ギフトありがとうございます。本当にまあよかった、何事もなくて、お兄ちゃんがなんとかしてくれた、かっこいい、かっこいい。そう、いや俺も無理とか言ってたんだけどさ、あじゃあマミに頼むわって言って、マミって呼んだらさ、いやじゃあいい俺するわって言って、そうなんとかしてくれました。ということでね、本日も一日終わります、終わってないけど終わりましたね。お仕事終わったから終わった気でいるよ。あもう終わるけど、実際一日お疲れ様でした皆様。うんうんうん、疲れたでもね、思ったより早く帰ってくれました。ただいま、ゆふたありがとうございます。連休中日で忙しかったでしょ。まあ忙しかったね、忙しかったんだけど、まあ夕方からだとね、そんななんか、まあ、忙しいんですよ。いや忙しいけど、お昼ほどでもないというか、うん、ギフトありがとうございます。そうだから、まあまあまあ、ギフトありがとうございます。こんばんは。ほらなんかここにいるんですよ。これ何？鏡欲しいと思ったけど鏡ないや、今ちょうどもうね腫れちゃったし、お肌荒れまくり、ヤバミ、ヤバミちゃん、あんまり近づかないでおきます。ちょっと肌荒れが映る肌荒れがちょっと画面に映っちゃうね。ね、ギフトありがとうございます。そうね、今日はね、そう今日の出来事ってもうね、全部虫に持ってかれたよ。虫に持ってかれちゃった、まあ、何もない特にも何もない。足って言うなら、今日家出る時にっていうか、家出てから時間間違えたことに気づいて、そう家出てね向かってたんだけど、そういつもならね、だからその歩いていくんですよ、ちょっと歩いていくんですけど、家出る時間間違えたことに気づいて慌てて電話して、そうお兄様に慌てて電話してすいません、時間間違えてしまいました、送ってくれないでしょうか、お店まで送ってくれないでしょうかって言って、はい、送ってもらいました。だ 今日はね、お兄ちゃんにたくさん助けられました。ほんと焦った、もうダッシュで行かなきゃいけんとこだった。最悪ほんとにダッシュで行けたんだけど、まあ私がね疲れて仕事をしなきゃいけないというね、しんどいよって。ありがとうございます。そうだか、お兄ちゃんありがとう、本当にありがとう、いつもありがとうなんだけどね。そうだか、今日はなんかいろいろね、そういろいろあった
いろんなハプニング発生、まあ仕事でもねちょっとねあったね。そう、まあ、無事終わったんでよかったんですけど。ありがとうございます。そうなんかねすでにね汗かいてたのよ。そうなんかちょっと暑いなと思って汗かいてたんだけどさ、長袖着てたし、そう、もう汗だくじゃん。汗びっちょびちょでも仕事行かなきゃいけないじゃん。もう汗臭いの嫌だな。その飲食店だし嫌だわ。お兄様ありがとうございました。本当にもう助かりましたね。まあなんか今日一日無事終わってよかったです。はい、明日部屋の片付けしたいなとか言いつつしないんだろうなね、模様替えしたいんですよ本当に。模様替えをしたくて、ね、テレビの位置を考えなきゃいけない。今ね適当に配置してるから。明日も夕方からなの。はい、明日ものんびりなので。そうか、珍しいんですよこんな連休に、連休の日に私がフルでもなくランチタイムでもなく夜からのって。そう、漫画アニメ見て終わりそうって言うじゃん。私実はさ、あの休みの日って漫画アニメ最近見てないんですよ。まあ、新刊買ったらね漫画は見ますけど基本的に見てないって。そう、どこにテレビ配置しようかな。やっぱりここかな。しないに100票。私もそう思うんだよな本当に。でも漫画の棚をねちょっとね直したいなとも思いつつ、漫画もね新刊片付けなきゃなと思いつつ、ちょっとね断捨離しなきゃ、最近物増えすぎじゃないおタクシーっていうね。なんか昔の物捨てようかなと思って、ちょっとでもさ思い出が思い出が言うてさ捨てられないんですけど、もうそう、まあねもう結局使わないものばっかりじゃないですかそういうのって。だから本当に本当の本当思い入れのあるものだけ残しといたとね、ちょっとごめんなさいありがとうしようかなと思ったりしちゃったりなんだったりしてね。いや本当によ。昔買ったものってねなんか使わないんですよね本当に。なんか使うかもとかさ思うんだけど意外と使わない。本当ネルの部屋に、いや姉ちゃんの部屋ももう限界よあれ。私のものありすぎよ本当に。ダメよもう、もうダメよ本当に。姉ちゃんの部屋も片付けなきゃだもん私で。いずれさ、まあ分かんないけど家を出るときに残しておけないじゃんそんなに。多分私さそんなまた戻ってきて実家で暮らすなんてこと多分ないと思ってるのね。よっぽど例えばなんか具合が悪いとか、まあ、ちょっと病気しちゃったとかじゃない限り多分実家に戻ってきてここで生活するっていうことはきっとないと思ってるから、まあ、一人暮らしなのか、まあ、そ上京して一人暮らしなのか、まあ、こっち戻ってきてとか、 なんか別のところ行って一人暮らしするなのか、そうなんかになると思うの絶対。だからそうしたいの私は。そうって思ってるから、そうなった時に残しとけないじゃん何でもかんでも。そうやっぱり綺麗にしなきゃだから、うんって思い始めるとね片付けなきゃって思うそうだから一人暮らしする時とか漫画どうしようと思ってね、あの聞いたのね、配置するのもね大変なんですよ。
マジだってコース一回崩さなきゃだもん全部。え、これどうやって家持ってきた？これもともとね、この棚ね、もともと私のところにあったやつじゃないんですよ。姉ちゃん家にあったやつなんですよ。どうやって持ってきた？これどうやってこの部屋運び入れた？あれ？そう、うんうん。マジで。ね。そう、CD とかも整理して。あれだね、CD を整理しなきゃいけない。私の推し活。推し活のスペースを整理しなきゃいけんのよ。追いついていない、そこが。いや、バラしてない気がする。バラしたんかな。いやでもこれ多分バラしたらもう組み立てできないと思うんですよ、この棚。本当に CD って足りると結構かさばる。そうなんですよね、本当に。そうなんかさ、結構さ、ほらタイプなんとかタイプ C なんかあるじゃん、 AKB でも。そんな感じでさ、何個かあったりするとさ、やっぱりさ全部欲しいやん。そう、欲しいやん。買っちゃうよね。あ、こっち、こっちじゃないわ。マジで。整理しなきゃ。だからまず整理する場所といったら、まあ推し活スペースね。推し活、私の推し活スペース。だからキーホルダーとかもありますから。いろんな推し活グッズありますよ。はい、そして。アクセサリースペース、腕時計収納するやついるな今。そう、買わなきゃ。あとはまあ漫画ですかね。お洋服は棚に片付けなきゃいけん。お洋服はね、ちょっと棚にね、私が出しっぱにしてね溜め込んだやつがあるんです。そちらもね棚に戻したいと思います。パッケージ捨てれない。パッケージも大切。捨てれない、捨てれない。まあね、それはね、ほんと人それぞれだから。そう、私ね、パッケージも捨てれないです。全部残しときたいタイプ。こんばんは、やっほー。ね、ほんとに困ったもんじゃい。もうちょっとお部屋広かったらな。十分広いんですよ、十分私の部屋広いんですけど、私物多くて、はい、物が多すぎて。なんか言われた昨日かな、一昨日かな、マミーに、あんたの部屋は広すぎて掃除をするともう汗だくになる。広すぎてじゃなかった、物多すぎて。広すぎてではない、間違えた。そう、物多すぎてあんたの部屋を掃除するともう汗だくになる。すいません、ごめんなさい、と言われました。まあ物が多いという自覚はございます。そして、ね、でもそれでも私は新しいものが欲しいし、買いたいから買います。そのためにまあね、なんかほら、いるじゃん、たまにさ、お洋服もさ、一着買ったら一着捨てますよみたいな。
まあミニマリストさんだったりもしますけど、そういう人。私まあお洋服はねさすがにそういうの捨てれないし、ずっと持っときたいんで。そうもん、でもねなんか昔のものとかもさ、もう使わないものは1個なんか買ったら同じようなものはもう1個捨てるみたいな、そういう風にねした方がいいよね。しないけど、きっとどんなにものが増えても私はずっと大切にし続けたいっていう気持ちでいるどっちやねんね。まあ、でもねちょっとね物は整理しようかなと思います。前よりね結構少なくなったんですよ。頑張った、頑張って減らしてる方。ヒカルね物持ちって言われますね、ありがたいことに。靴とかもね、靴お洋服とかマジでまあずっと変わんないっていうのもあるけどね、身長、まあ、体重は変わるけど体重変わるけど、まあ、身長はもうほんと全然昔から変わんないんで着れるし物持ちはいいですね。で靴とかもなんかいっかってなる。うん、新しい靴ね、まあ、買いますけど、買うけど捨てはしないんですよね。もう一番ね物溜まってくやんっていうタイプなんですけど、だからそうなんか履いてるやつ、もうずっと履いてるやつに関しては、履いてないやつはねたまにそうありがとう、もうごめんねありがとうってするけど、その時にめちゃめちゃ履き続けているもんはずっとあります。ずっと履いてます。今でも仕事グッズになってます。5年履いてます5年、うん、すごいね、素晴らしい。汚いけどね、その代わりめちゃめちゃ汚い、まあ、もう汚れと、あ、お洋服着ますよ着ます着ます、もちろんもちろん、ありがとうギフトありがとうございます。そう、もうめっちゃ汚れてるし、中のねボロボロですけど、洗ったりします、します、拭いたり洗ったりはするんですけど、それでももう限界もう限界が来てる、やばい。布が擦り切れてるし、中ねもう穴開いてるし、そうでもなんかねめちゃめちゃいい厚底なんですよ、あの厚さがね、別そんな高いもんでもないんで、そうあれなんですけど、厚さがねめっちゃいい感じで歩きやすくて、そうなんかたくさん歩きたいけど、でもなんかヒールとかだと足痛くなっちゃうし、でも身長は盛りたいっていう時にいいんですよ。穴開いたら中ね、中の生地のところにね穴が結構ボロボロでもうめくれてきてるって、そう本当はね捨てなきゃいけん、本当は捨てなきゃいけん、でもその代わりが見つかるまでは捨てれん。そう、厚底の私の好きな感じのやつが見つかるまでは捨てれないっす。そう、そうなの、そう靴の捨て時って本当に難しいと思う。なんか小学校の頃はさ、なんか結構もう履けなくなったらとか、そうまあ身長とか伸びますし、履けなくなったらとかもう本当に、まあ、たくさん履き潰すとさ本当にマジで裏めくれて、あもうダメだっていう時はあるんですよ。そういう時はさすがにもうごめんなさいしてたけど、今って別にそうでもないんだよね。そこまでボロボロになることもないし、履けなくなることもないからってなると履き続けちゃう。ゲストありがとうございます、こんばんは。っていうね、そうディズニーの時履いてたやつ、あ、スクショしちゃった。
すごいなんかポジティブな人がいる。すり減って少し水が染みてきて涼しげなんだって、いいね。そのねポジティブ感はいいと思います。そうだね、涼しげだもんね。うん、休みじゃないよ、仕事行ってきた。そう、始まる時間がねいつもより遅かっただけ。しばらくはどうかな、ちょっと水曜日、こんばんは。ね、そうだからお靴ね見なきゃ、厚底。たまにねゾゾタウンで調べるんですけどね、そうなんかこれっていうのがなんかなくって、結局別のもの見始めるっていうそう別の服見始めて、いっか今度でってなるそうね、まあまだ履けるし、それならなんか別の靴の方がいいなみたいになったりする、ね、5センチくらい、5センチくらいは高さ欲しいな、身長盛りたいな、うん、欲を言うなら67そう、まあということでしばらくは多分しばらくは多分変わんないだろうなと思ってるんです。見て筆箱もさ、これずっと使ってんの。もうねここにあったリボンも取れちゃったんだけど、そうここにねうっすらあるでしょ跡が、これリボンついてたの紫色の、もう汚いのこれいつから使ってんだろう、中2くらい、うん、急にってことは1415くらい、あこれもねそうだね、まあ、デビュー前から全然使ってる、ずっとこれだわ気がする。なんか何回かね変わったりはしたんだけど、結局なんかこれ使ってる、そう糸出てきちゃった、ほらこんね尻尾もね糸も出てきちゃって、ここ取れそうなの、なんか可愛いでしょ、ここはねそう汚いんだけど、本当ねもうちょっと綺麗な灰色だったんだよ、もうだんだん黄ばんできちゃって、えこれ洗濯できるかな、マミーに聞いてみよう、これ洗濯できますかって、洗濯マークついてないか、さすがにお洗濯マークは
終わるかな。なんかいけそうな感じはあるよ。でも中とかもね超汚いの。あ、でもこれ板みたいな入ってんな。え、ここも破れそうじゃん、もうやば。ね、でもなんか洗えそうな生地ではあるんだこれ。ほら汚い。これ中ですね、中の部分汚な。まあ、ここら辺綺麗だけど汚な。でもこうやって見るとボロボロやんな、なんかもう。マミーにお願いしてみよう。カビじゃないよ、カビとか言わないで。鉛筆です、これマジで。ほんと鉛筆、これはカビじゃない、鉛筆。ちゃんと鉛筆です。鉛筆のね蓋がめっちゃ取れるんです。そう、マミーお願いしてみよう。ひとりこつ、ね、あとなんか洗うもんないっけ。なんか 洗ってほしいなとか思ってた気するんだけど、気のせいな気がする。よし、お、35分、30分経った、多分経ったね。はい、ということでね、ちょっとね本日はこれで配信終わりたいと思います。お風呂沸かしてるのそう、実際洗い直したい。そんなこと、そんなこと、いや言うなよと言えんな。たまに思うし、私も。でもね、ほら、もしさ、人生洗いの直しちゃったらさ、私と会えないかもしれないよ。ね。そう、洗い直しちゃったら私と会えなくって嫌でしょ。そう、みんなね、きっとお友達いるじゃん。私を推しとしてつながった方たちとも会えなくなるかもしれないからね、思っとこう。よし、ということでね、ランキングいきたいと思います。13位、シルニジピンさん。12位、ところてんさん。11位、きよしさん。10位、谷口ひろきさん。9位、ゆうこさん。8位、こうたさん。7位、ゆうぼうさん。6位、かぼちゃん。5位、さるきちさん。4位、さとちゃん。3位、けんけんけんさん。2位、かいさん。1位、ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。しのさん、ゆうたさん、こうたさん、ゆうこさん、さるきちさん、埼玉ハゲてるさん、さとちゃん、ゆうたさん、さるきちさん、けんけんけんさん、とことこさん、ゆうぼうさん、谷口ひろきさん、さぶろうさん、かぼちゃんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということは、今さ、ふとここを見たら、ご使用上の注意、素材の性質により摩擦や水濡れなどで、ね、色移りする恐れがありますのでご注意ください。洗濯乾燥機のご使用はおやめください。いや、しますよ私はしてやりますよ。さすがに汚すぎるもん、君。してやりますとも、しますRS さん、ありがとうございます。はい、ということでねはい、ということで皆さんね、夜遅くまで見に来てくださってありがとうございました。本当にありがとうございます。ということでね、お風呂でしてみっか。ふさちゃん、お風呂で一緒にお風呂する？お風呂入る？一緒にはい、ということでね、皆さんもね、本日一日お疲れ様でした。ちょっとね、お疲れでしょうから、ゆっくり寝ていっぱい休んでください。はい、ということでこれで配信終わりたいと思います。それではまた明日の朝ね、6時半から7時のどっかに、はい、
配信始めようかななんて思ってるんで、まあちょっとわかんないですけど、もしやるとしたらそのくらいだと思います、始めるの。なのでもしねやってたら見に来ていただけたら嬉しいなと思います。それではまた明日お会いしましょう噛み倒してるおやすみなさい、ありがとう、またね。ありがとう。